きついね、マジで。あれだ、今日なフリップ参加あ、いいよ、だから もしあのやりたいならマイク持ってなくていい、ゲームした方がいいよな、うんうん、ということで、総加くんでした。ありがとうございます。なぜか知らないけど、残儀っていうね。あー、もうダメ、これこれ。これもう、もうきついんだよ、これ。もうきついんだよ。これ、マジ事故らせるしかない。ベンガーはね。一応、あの、コパンをガードし、密着でガードしちゃうと大一丁投げが確定するんですけど、相手にスパコンとかがない限り、ベンガ側にスパコンとかがない限りは確定しちゃうんですけど、ただこのゲーム1フレ投げビタで、起き上がりにビタで投げを起こせれば、一応どんな技を持続で重ねられてても投げれるんで、結構結構ただビタなんで技術が結構必要なんですよね、やっぱ大変なんですよこれ。先行入力とかも効かないんで、なかなかそのね、あ、ちなみにそのコパン食らってもガードしても一応パクっちゃうんで、ただやっぱりホンダ側もそれをいいことにね、コパンを重ねるんですけど、でもやっぱ本当に上級者になるとすごいですね、リバサ投げとかの精度が。ただリバサ投げしてこないんだったら一生コパン重ねるよっていう感じでいくとは思うんですけど、ここでコパン、ここあ、コパンに行かない、投げを警戒しての100巻ですね。あそこで変な暴れとか、まあ要は投げこすったりして100巻当たったりするとピヨるんですよね、おいちょうの後。そのリバサ投げ食らう可能性もあるし、まあもし100巻当たってくれればピヨルシって感じの行動ですよね、今のは。ちょっと危ないから100巻にしとこうかなみたいな。ということで今2対0、2対0。あ、ちょっと待って、フリフリープレイなんですけど、今フリープレイなんだけど、このゲームフリープレイ設定っていうのがないんですよ、古すぎて。だから店員さんに配線を出してもらって、筐体から配線を、クレジットの配線を出してもらって、でボタンを押せばクレジット入るようになってるんですけど、そのやり方が今分かんなかったみたいです。頑張ってますね。おコンボミス痛い。今の入ってれば確定だったんですけどね、ラウンド確定だったんですけど、まあこういう感じでね、チャンスもなかなか訪れないんで、今みたいに結構プレッシャーでミスっちゃったりするんですよね。そうですね、フリープ設定なし でマックス9クレジットですね。SNK のゲームとかだと99クレジットとか入ったりしますよね。これは厳しい、3対0。いや今の惜しかったですね、本当に。いやでもミスっちゃうんですよね、やっぱね、ああいうところを取り切っていかないとダイヤグラムも埋まんないんで、なんだかんだ言ってそのキャラさんあるんですけど、ああいうとこもやり込みの一つで、いやーでもだんだんこう見てる人たちも、その、まあ、もしかしたらすごい上級者の方も見てくれてるかもしれないんですけど、まあやばいですよね。
このキャラさは。あ、ウルツー最強ベガ。アニコレのランキングも最なんか1位とかでしたっけ。なんかでも名前がちょっと近かったですよね。なんか、あ、秋田なんでしたっけ、秋田つぶつぶさんですよね。なんかアリコレのはなんかちょっと名前違かったですよね。秋田なんでしたっけ。今は4対0っすね。4-0っすね。もしかしたらアニコレの方は偽物の可能性もありますね、うん、ちょっと分かんないですけど。いやこれがきつい。これがね、リバーサ投げできないとハマるんですよこれ。はい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 、あ、ありがとうございます。さあ数えててくれたんですね、うん、この方も前来てくれて結構ね、いろいろコメントくれてたんですよ。スト2好きみたいですよ。うん、あー無理。5-0 5-0。でもつむつむさん、ま、松本秀人さんが応援してくれてますよ。もうよくやるなと思う。やっぱ吉勢なんだなって思いますよね。うん、結構僕の場合はまあ一つ楽しいな、好きだなぐらいな感じでやってるだけなんであれなんですけど、やっぱこの吉勢はね、こういう辛い対戦カードでも全然やりますからね。むしろ、ね、ホンダに勝ってなんぼでしょうみたいなね、電話でホンダに勝ってなんぼでしょうみたいな感じなんで、僕だからすぐ心折れちゃいますけどね。やばい、裏をかかれるとこうなる。ワンチャンなかったー。6-0。バックサイコで地味に削ってって、もう速攻で取り返されちゃった。あんな うまい先端ジャックサイコも、ジャックサイコの削りも一瞬で取り返されちゃった。おっと、張り手を呼んで、張り手を呼んでナイトメアをしたところに、そのさらに呼んで後ろジャンプって、うまいですね。そうですね、なんか一生なんですかね、僕のスト2の師匠がいるんですけど、一生本田詐欺とかやってましたね、2時間ぐらい。よくやるな。あれマジで無理ですからね、本田さんとかね。もちろん残銀側でですよ。よくやるなと思って見てましたけど、いやもうちょっといけるんすよとか言うんですよね。これこうじゃないですよとか言って言いながら本田とやってるんですけど、いやいやどう頑張っても無理だからって。でもね、こう一流プレイヤーとかやっぱ勝ったりするんですよね、ホンダにちゃんと残りとかで。あー、これはもう厳しい。リバーサイド投げがないとちょっと厳しいですね。はい。7-0ですね、7-0。今10先らしいんで、
は勝ちたいって言ってました。2回は勝ちたいって2回は勝ちたいらしいです。でも10先でも2回って9-1ですからね。9-1で満足する男つむつむ。お、その垂直はうまい。ワンチャンのホバーでしたね。当たったらラッキーだなーっていうね。ホンダ側もそんなことさせないよっつってね、しっかりガードしましたね。ハピッ、はい、えい、ハピッ、あ、おっと裏に行ってく。今80なんだよ。 あと2、大丈夫大丈夫、まだあるっす。そう、こっからが本番、こっからが本番ですね、はい。あー、なるほど、負けですね、うん、このキャラ差で1ラウンド取られるのダメですよね。ちなみにこれどんぐらいですか、キャラ差。はい、うん、うん、まあ上級者からすると7-3ぐらいらしいですよ、ベガホンダ。まあベガホンダも勝ち筋あると思うよね。だからまあ、ハリー穴通すような読み合いにはなると思うんですけど、うわ見えない。いや9-0いっちゃいましたね、9-0。あ、いやまだだ、1ラウンドか、まだ。お、でもスムスムさんちゃんとラウンドは取ってるな。うますぎる。あれ。これちょっとプレッシャーに負けましたね。おお、うまい。一本取ったっすね。え、八一？つむつむさん、あと1勝でつむつむさんが勝ちです。あと1勝で。いやー、でも意地見せましたね。しっかり投げをこすっていって、なんかさっきはそのベンダさんのその、まあ、本田が下がりたい時にちゃんと中足が刺さったりとか、1点読みが光りましたよね、さっきの試合は。おー、一応投げやつ。今どんな感じ、ちょっと今見てなかった。おう、また1本取ってるの。ただ次どっちか勝つと思うんですけど、この勝者と次誰がやるのかなっていう、ちょっと楽しみなとこあるんですけど。おっと、甘いとこでは許せない。ベンダさんリーチ。9-1ですね、9-1。投げてるんだけどな、あとゲーセンに一応もうつけてくるつぶつぶさん。これはあれですか、始末屋さんに対しての挑戦状ですかね。
てしっかりまた見つけ、あれちょっと見てたのすごいな、サイコを見てたのすごいよ、ジャックサイコ。あーこれもハマ、まあ、ってしまいそう、ハマってしまいそう、このまま終わっちゃ、終わっちゃ。じゃあ結果は10対1ですね。あ、お疲れ様でした。